さあそれでは第2ラウンド行きましょう。次の試合のビート DJ パートラー聞かせてくれ。さあそれでは聞かせていただきます。先行の MC は、先行ランライン、対する後攻の MC は、対する後攻はベース。What's good? You. さあ、ランライン VS ベース、8小節3本です。行きましょう。Ready, fight! Yeah. 別に俺実力とかあるわけじゃねえが、みんなに見てほしいの成長過程。さっきも言ったが遠慮はねえ。KO ゲート30万でゲットマネー。Yeah?取りに来た別に因縁とかも得あるわけねえが、薬物タラ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 バトルでひけらかして恥ずかしくないんか。はは、噂通りランラインってやっぱライブダサい、ラップダサい、これピッチの証拠だから間違いない。格の違い見せつけるよランライン、俺なら長い滑走路鼻からワンライン。いや、鼻からワンラインとかいかない俺はシラフでいつも遊ぶことができる。だって俺はタイマー吸わない。出したらお前なんか監獄の中に入っちゃうくらいめちゃ噛むけどしょうがねえ。俺はビーチとかじゃねえんだよ、俺はいつでも本気、成長過程見てほしいって言ったから今日それを見せに来た。うるせえ黙れ、ザクはここで死ね。ファックオフ、ボンズが負けてこいつが上がる、俺が許さねえ。俺がぶっとる30万ピンマネーからか KOK、 俺強いの知ってんだろ、帰ってきたぞ。 Yeah Yeah、 俺が負けることなんてここありえないというか、別に負けたとしてもそこかが這い上がることがラッパーとしての役目じゃないの。だから別に俺はここの勝敗とかで決めたいわけじゃないぜ。ベイさん確かにかっこいいよ、曲もめちゃくちゃ聴いてるし超ラップうまいの知ってるからあんまディスれない。じゃあ黙って俺のラップ聞きなさい。今日は非常勤講師、鼻からスモーキーとポーキー、ぶっちぎりだろ大人の魅力、グループビッチに聞いてみ、やっぱベイさんステージとベッド上はやばい。終了。それではジャッジに入ります。先行ランライン、後攻ベース、勝者ベース。ランラインぜひ一言いただけますでしょうか。ありがとうございました。わざわざ呼んでいただいて本当にありがとうございました。すごい楽しいイベントでした。ベースさんもめちゃくちゃかっこいいんで、ちょっとベースさん優勝お願いしますって感じです。ありがとうございました。